11年前、東広島市の中学校で男子生徒が自殺し両親が損害賠償を求めている裁判について和解に向けた議案が市議会で可決されました2012年、東広島市の中学校で当時14歳の男子生徒が教材で遊んでいたことを複数の教諭から繰り返し叱責され部活動への参加を禁じられるなどした後 学校近くの公園で自殺しました男子生徒の両親は行き過ぎた指導で精神的な負担をかけられたことが原因として市などにおよそ1億1700万円の損害賠償を求めていますこれに対して広島地裁が先月和解案を提示しました市は机を蹴るなど暴力的な行為があったことを認め今日の市議会で 和解金1000万円のほか遺族への謝罪や教員研修による再発防止策などを含む議案が全会一致で可決されました東広島市の高垣市長は10年余りという長きにわたる遺族の痛みを考え早期に解決するべきと判断したとのコメントを出しました裁判は来月3日に開かれ遺族側は和解案を受け入れる見通しです